今回は、宮部みゆきの短編集、原色江戸ご読みから、岸侘を朗読します。宮部みゆき作、岸侘。火が出たのは師走の28日の夜。伊丹屋の誰もがぐっすりと眠っている時刻だった。折々しく北風の強い夜で、しかもここ10日というもの、一滴の雨も降っていなかった。もしも火元の仏間に近いところで寝起きしている番頭の藤兵衛が眠りの浅い太刀でなく、かすかな煙の匂いに気づいて飛び起きていなかったなら、新年を3日後に控えた寒空の下で、伊丹屋の全員が野ざらしに会うところだった。お豊は台所のすぐ裏手、土蔵の脇に建て増しされた奉公人たちのための座敷で、おかつと2人枕を並べていた。火事だという大声に、お豊は寝床から跳ね起きたが、おかつの方は揺すぶって起こしてもまだ寝ぼけ顔というありさまだった。近在の親元から一人江戸へ出てきて、先月奉公に上がったばかりで、年齢もまだ12とはいえ、万事において気働きのないこの娘にいい加減じれてきていたお豊は、思わず「勝手に焼け死んじまいな!」と怒鳴りつけておいて廊下へ走り出た。古着を何枚か包んだ風呂敷包み一つを担いで江戸へ奉公に出てきて30年。これまでにもお豊は何度か火事を見てきた。火の粉をかぶってもきた。だがそれらの火事は皆半鐘の音から始まったもの、つまりは外から襲ってきたものだ。伊丹屋での奉公の年月の長さで言ったら、お豊の次、日頃一番頼りにしている藤兵衛の声が火事を知らせるなど、この伊丹屋が火元になるなど、お豊には夢にも思わなかったことだった。火事の恐ろしさよりもそのことの方がお豊を震え上がらせた。なんてことだい、お天道様に顔向けできやしない、私のこの伊丹屋が火を出すなんて。勢い余って左右の壁にドシンバタンとぶつかりながら、お豊は藤兵衛の声のする方向へ走った。他の奉公人たちも飛び出してくる。そして仏間に駆けつけた面々の頭上で、パチパチとはぜるような音を立てて燃え上がっているものを見つけた時、お豊は口が開きっぱなしになってしまうほどに驚いた。そこではとんでもないことが起こっていた。燃えているのは神棚だった。伊丹屋は新川の一帯に軒を並べる酒問屋の中では、さほど古い歴史を持つ店ではない。日本橋川と大川に挟まれたこの堀割を、上方からの下り酒が船に揺られて江戸に荷揚げされるようになったのは、お豊などにとってははるかに昔、明暦の振袖火事の頃からのことだそうだが、その当時には後に伊丹屋を起こすことになる先々代の旦那様は、まだ江戸の地を踏むこともなく、遠く伊丹の地のどこかで畑を耕していた。伊丹屋が一人前の顔をしてこの地にお棚を張り、土蔵を建てることができてから、たかだか40年ほどしか経っていない。だがそれは逆に言えば、たかだか40年の間に痛みやがそれだけのしてきたということでもある。酒問屋の組合は結束が固く、元禄の頃からがっちりと横に手をつなぎ、独自の序列や力関係を作って互いの商売を支え合ってきた。そういう中に成り上がり者が割り込んでいくには理屈抜きの苦労がある。町屋の中に混じった八百屋や魚屋のように商いだけ上手にしていればいいというものではない。牙の皮並みが角材の上を渡っていく時のような微妙な技術や、よく見える目や物の動きを測る敏感な計りがいるのだった。こうした苦労の積み重ねで痛み屋はお棚を大きくしてきた。そしてその道中のかなりの部分をお豊は一緒に歩んできた。頑ぜない子供の身で女中奉公に上がった日から、女中頭として若い娘たちを使うようになった今日まで、お豊はずっと痛み屋の中で生きてきた。毎年暮れも間近になると、新川を登ってくる橋家船から、灘や伊丹からの下り酒がついたことを知らせる男衆の威勢のいい声が聞こえてくる。お豊は奉公に勤めながら、早づきを争うそれらの声を年ごとに誇らしく聞くことができることに、そのことだけに喜びを感じて暮らしてきた。その痛み屋が火を出したなどと言ったら、これまでの苦労は水の泡だ。酒問屋組合のお年寄り衆は、新川一帯の土蔵に眠る無数の富士見酒を、無粋な煙でいぶしてしまいかねない失態を犯した痛み屋を、終生許してはくれないだろう。それだから、火元が神棚で、仏間の天井を焦がしただけで消し止めることができたというのは、これ以上ないほど幸運なことだった。まあ大事にならなくてよかったとは私も思うんだけども。歯切れの悪い言い方をして藤兵衛が痩せた腕を組んでいる。切符と威勢の良さが売り物の男衆たちとは違い、藤兵衛はそろばん一つでここまで来た男だ。二十数人の大所帯を切り回し、力仕事もこなすお豊の太い腕でどんと突かれたら、吹っ飛んでしまいそうな貧弱な体格である。思うんだけども、何ですか？ぼやの翌朝、朝飯が済んで一段落したところで、子細ありげな顔をしてやってきた藤兵衛が、お豊を井戸端に呼び出した。そして何とも言いにくそうにもごもごつぶやいているのである。この番頭とは長い付き合いだ。こんな様子をしている時には、何か大事な話、それもお豊にしか話せないことを話そうとしているのだとわかる。30年前、古着を包んだ風呂敷包み一つを背負って痛み屋にやってきたお豊と同じく、藤兵衛もまた身一つのでっち奉公を振り出しに、先代の旦那様にお仕えしてきた。5年前に先代が亡くなり、何かと先代と折り合いの悪かった今の旦那様が後を取った時には、藤兵衛はお暇をもらうのではないかという噂がしきりとあったのに、涼しい顔で何事もなかったかのように今も勤めている。この男も私と同じように痛み屋の骨なのだとお豊は思う。旦那様が変わろうと、どんな女が嫁に来ておかみさんに収まろうと関わりはない。私たちはこの痛み屋に奉公しているのだから。実はぼやの跡を片付けていて妙なものを見つけたんだがね。藤兵衛はお豊を手招きし、井戸端の先の焚き木や焚き付けを積んである裏庭へと歩いていった。そこで焚木の山の脇に身をかがめ、懐から紙に包んだ細長いものを取り出した。紙の端から尻尾が覗いていたので、お豊にもそれが何だかすぐに分かった。しめ縄である。燃え残りですか？半分ばかりな。早くに水をかけたから。藤兵衛は紙包みを開き、お豊にそれを見せた。全体に黒くすすけ、水で湿ったしめ縄の燃え残りが出てきた。端の方がざんばらになり、今にもほどけそうだ。おかみさんに「不吉だから神社に持って行って燃やしてもらってくれ」と言われたんだがね。藤兵衛のような忙しい番頭を捕まえてそういうことを頼むのはいかにもおかみさんらしいとお豊は思った。お嬢さん育ちで商人の家のことなど何もわからない人なのである。嫁いできて3年になるが、まだ子供もいないし、舅と姑もいない身分なので、正月まであと3日というところに来ても晴れ着の心配ぐらいしかすることができない娘さんのままでいる。ここを見てごらん。藤兵衛が指さしたのはしめ縄のざんばらになった部分だった。酔ってある縄が緩んで隙間ができている。そこに白い小よりのようなものが挟まっていた。取り出してみてくれないかね。藤兵衛が触ってみたからだろうが、小よりの端はほどけていた。お豊は指を伸ばし、すぐにそれと悟って思わず声を上げた。何ですかこれ、気味が悪い。しめ縄に挟まれた小よりの中には髪の毛が入っているのである。妙だろう。藤兵衛は眉間にしわを寄せ、お豊の顔を覗き込んだ。髪の毛を小よりに入れて、それをしめ縄の中に挟んであるんだ。一体誰が何のためにこんなことをしたんだろう。しかもゆうべのあの坊やだ。番頭さん、この髪の毛とあの坊やが何か関わりがあると思ってるんですか？お豊は、あの坊やは神棚のお灯明を消し忘れたために起こったものだろうと思っていた。他に理由が考えられない。痛み屋の内々のことを仕切るのはお豊の役目だが、仏壇の世話だけはおかみさんの仕事である。お灯明をつけたり消したりするのもそうだ。だからゆうべのぼやも例によっておかみさんがうっかりして灯明を消し忘れたために火が出たということだろうと思っている。無論はっきりそれと口には出さなかったけれど。ところが藤兵衛は首を振った。私も気になったんでおかみさんに確かめたんだ。かなりしつこくね。するとおかみさんは、ゆうべは風が強かったし、とりわけ念を入れて火の用心をした。お灯明もちゃんと消したとおっしゃる。あの様子には嘘はないと思った。だけどそれじゃ火のないところから火事が出たことになるじゃないですか。だからこのしめ縄が怪しいんじゃないかと。さすがに自分の思うことに自信が持てないのか、藤兵衛は苦笑した。わからんよ。でもこの髪の毛、いかにもいわくありげじゃないかね。この痛み屋にあだをなそうとして何やら悪いまじないでもかけるために仕掛けられたもののように見える。ここからぼーっと鬼火が出て神棚を焼いたってことだったんじゃないかね。藤兵衛はこの世にそろばんで弾けないものはないと思っているような男だとお豊は見ていた。それだけに意外だった。ほう、案外こういう面も持っているものであるらしい。お化けを怖がる子供みたいなことを言い出して。私はもっと当たり前のことを考えますよ、番頭さん。どういうことだね。このしめ縄を買ってきたのは誰なのか、どこから買ってきたのか、いつ誰がどうやって飾ったのか、それを知りたいですね。藤兵衛が一瞬妙に顔を引きつらせてから答えた。買ってきたのは私だよ。あらまあ。旦那様に直に言われたんだ。来年私は年男だろう。そう、藤兵衛は還暦を迎えるのである。お飾りは縁起物だから年男が買いに行くといいとおっしゃってね。まだみそじにかかったばかりだというのに、旦那様はこういうことには担ぎ屋なのである。買ってきたのは昨日の昼過ぎだ。それですぐに飾り付けにかかった。一夜飾りはよくないからね。それも私が手伝ったよ。だからお前の知りたいということはすぐに調べられる。だけどそれでどうなる。そうすれば誰がこのしめ縄に髪の毛を入れたのかがわかるってことかい？いいえ、違いますよ。おとよは肩をゆすって笑った。そうすれば、痛み屋の近くにいる人は誰もこのしめ縄に髪の毛を入れることなんかできなかったってことがわかるでしょうから。からっ風に吹かれて乾いた唇に湿りをくれて、藤兵衛は聞いた。じゃあ、このしめ縄が伊丹屋に来たのはただの巡り合わせでしょうよ。こういうことをした不届きな男だか女だかはきっとお飾りを作る珍仕事をしている人でしょうよ。まあ何か目的があったのか、ただの嫌がらせかね。どっちにしろうちでぼやが起こらなければ、このしめ縄は無事にお正月の間神棚に飾られて、時期が来たら外されて神社にお焚き上げに出されちまってたでしょ。誰もここに髪の毛が仕込まれてるなんて気づきもしなかったですよ。そうするとあのぼやはあくまでまっとうな火元があってのものだというのかい？火元にまっとうもまっとうでないもあったもんじゃないけど。とおとよは笑った。鬼火なんてもの、私には信じられないですよ、番頭さん。まあ理屈ではあんたの言う通りだが。藤兵衛は薄い肩をすくめた。しかし私にはどうも不吉な感じがするんだがね。お飾り売りは大抵の場合、鳶の組や仕事師などが歳末のこの時期だけ小屋をかけて商いをするものだ。藤兵衛が今年伊丹屋のお飾り一式を買い込んだ大川端にあるお飾り売りの小屋は、小網町の鳶職が出しているものだった。おとよは藤兵衛と一緒にもう一度その小屋を訪ねた。大川端までまだ慌ただしい師走の新川町を抜けていく間、落ち着きのない人々の動きの中で軒先に揺れている正月の飾りだけが妙に落ち着き払って見えた。お飾り売りの小屋はすぐに分かった。相手も藤兵衛を覚えていた。伊丹屋さんですかとすぐに言った。口元に大きなやけどのある小柄だが機敏そうな四十絡みの男で、話す声は低いが笑い声は高かった。しめ縄に何か隠したり仕込んだりすることなど、ここでは絶対にできないと男は原価に言い切った。俺がここで目をしっかり開いてるからね。こういうものはどこから仕入れてくるんだい？近いところは砂村あたりでも作ってるし、遠くは佐原の方からも買い込んできますがね。近在の村は冬になると大抵どこでもこういう珍仕事をするんでさ。そういう珍仕事をする男や女が縁起物のしめ縄に縁起でもないいたずらをするようなことはあるかね。藤兵衛の問いにトビの男は暮れの晴れ渡った空に響き渡るような笑い声を上げた。そういうこともあるかもしれねえが、だからどうだって言うんです？しめ縄は神さんのもんでしょ？神さんのもんに不届きなことをしたら罰が当たるのはした方の野郎で、そのしめ縄を買った痛み屋さんの方であるわけねえよ。なるほど。と藤兵衛はつぶやき、お豊は笑い出した。本当だね。筋が通ってるわ。痛み屋に帰ると、二人で今度はお店の者たち一人一人から話を聞いていくことにした。一緒に飾り付けをした者たち、飾り付けの時そこにいなかった者たち、飾り付けをする前にしめ縄やお飾りが座敷に置かれているのを見た者たち、もっとも大晦日を控えた忙しい日の仕事の間に聞き歩きをするのである。悠長にはやっていられない。取りこぼしもある。おかつもその一人だった。おかつがお豊と同じ部屋に寝起きしているのは、まだ一人にしておくのが心配な子供であるからだ。他の女中たちから妙にいじめられたりしないようにするためにも、もうちょっとしっかりしてくるまでそばに置いておいた方がいいと、お豊自身がそう思ってしたことだ。それだけに、何事においてもおかつは感情に入っていなかった。今回もそうだった。夜部屋に戻った時、寝る前にでもちょいと話を聞けばいい。あの子のことだ。やっぱりぼんやりした答えしか返ってこないだろう。そのくらいに思っていたから、その晩おかつの姿が見えない。どうやら店を逃げ出したようだと知らされた時には、お豊は一瞬声を失った。子供の足で、しかも慣れない江戸の夜の街を行こうというのだ。どだい無理な話だった。逃げ出してから一刻と経たないうちに、木戸番に見とがめられ、おかつは痛み屋に連れ戻されてきた。彼女を見つけた万太郎は最初は迷子かと思ったそうだ。それほどにおかつは弱々しい子供だった。今度のぼやとしめ縄の一件もそうだが、この種のごたごたは皆藤兵衛が一度預かりおき、いろいろと塩梅をして旦那様のお耳を煩わせるのは最後の最後ということになっている。そういう点でも藤兵衛は商いのことだけを扱う奉公人ではなく、まさに痛み屋一家の大黒柱なのだ。連れ戻されたおかつを仏間の近くの自分の部屋に連れて行き、火鉢に当たらせて温まらせると、この大黒柱はまだ涙を流しているおかつに、旦那様もおかみさんもお前が逃げたことさえご存じないのだから、このことだけでお棚を追い出されるとか罰を受けるとかの心配はしないでいいと言い聞かせることから始めた。おかつはその間もずっとしゃくり上げていた。お豊は小さな握り飯を作り、それに白湯を添えておかつの前に差し出した。お腹が減ったろう。まずお食べ。だがおかつは手をつけようともしない。そうかい。悲しくて胸がいっぱいなら、じゃあまずそれを吐き出しちまわないとダメだね。一体全体どうして逃げたのか、それを話しておくれでないかい。藤兵衛も懐で押したまま困ったように眉毛を上げ下げしていたが、やがて聞いた。なあおかつ、お前が逃げたのは、今日の今日という日に逃げたのは、正月をうちでお父っつぁんやおっかさんたちと一緒に過ごしたかったからかい。おかつはしゃくり上げながら泣くだけだ。それとも誰かに意地悪でもされて後先を考えずに飛び出しちまったの？お豊の問いにおかつは涙をポロポロこぼしながらも激しく首を横に振った。お豊は藤兵衛の顔を見た。彼はおかつの小さい手の甲に落ちる涙を見つめている。ねえおかつ、とお豊は切り出した。そうするとね、今夜あんたが逃げ出したのはゆうべのぼやのせいじゃないかい。おかつの痩せた肩がこわばった。体の震えを封じ込めようとするかのように膝についた両腕を突っ張っている。もっと言えばさ、ゆうべのぼやと神棚のしめ縄の中に隠されていた髪の毛のせい。そうだね。その言葉を聞いて咳が切れたのか、おかつは一層激しく泣きじゃくり始めた。ああ、当たりだ。と、お豊と藤兵衛は顔を見合わせた。あんまり泣くと目が溶けちまうよ。まだ鉛が残り、泣いたせいで息を切らしているおかつから話を聞き出すのには大骨が折れた。あのしめ縄に髪の毛を隠したのはあんたなんだね。震えながらおかつはうなずく。はい。どうしてあんなことをしたんだい。喉をごくりとさせておえつを飲み込み、ささやくようにおかつは答えた。供養になると思ったから。供養？と藤兵衛が目を向いた。あの髪の毛は誰のものなんだい？とお豊は尋ねた。私のおっかさんのです。のうちに生まれた6人兄弟の中の末娘。食べるにさえこと書くような貧乏な暮らしだったから、悪くするとおかつはどこかに身売りしなければならなくなるような立場だった。だから伊丹屋に奉公が決まったのは本当に幸せなことだったし、お店にあだをなすような気持ちは一度だって持ったことはないという。今から2月足らず前、おかつが伊丹屋に奉公に出ることが決まった直後、おかつの母親が突然病に倒れた。高い熱にうなされ、やたらに水を欲しがり、喉が塞がったようになって病みついて10日と経たないうちに死んでゆく。そういう恐ろしい流行り病がその頃水郷一帯を調療しており、おかつの母親もまたそれに疲れたのであった。どれほどバタバタ死人が出ようと、水飲み百姓の村のことなど代官所では気にも留めてくれない。ただこの病がどうやら人から人にうつるものであるらしいという噂が立ち始めると、ようやく腰を上げて何度か役人をよこし、及び腰であれこれ調べて回ったりした。そういう役人の中に医師が一人混じっていた。この人一人で代官所の保護もない状態で大勢の病人の面倒を見ることはとてもできない。だがしかし、苦しみ怯える村の人たちにこの医師はいくつかためになる忠告をしてくれた。病人と同じ器で物を食べないこと、生水を飲まないこと、そして中でも最も大切な忠告が、この病で亡くなった病人を直に土に埋めて葬らないことということだった。長崎に留学している時に得た知識で、これさえ守っていれば流行り病もいつかは治まると言った。村人たちは藁にもすがる思いでこの言葉を信じた。村人の半数近くがこの病で倒れている。全滅を防ぐためにはどんな厳しい教えにでも従おうと話し合って決めた。それだからやがて何の手当ても受けられないままに母親が亡くなった時、おかつは母の死の悲しみのその上に、母の体を火で焼くという辛いことに耐えねばならなくなったのだった。この村には亡き殻を荼毘に付すなどという習慣は全くない。おかつをかわいがってくれたおばあちゃんも、7つの時に早死にしたおかつの兄ちゃんも、みんな村外れの墓場の土まんじゅうの下に眠っている。兄ちゃんが死んだ時、兄ちゃんの体はこの土の下に入って、そこから花が咲いたり草が伸びたりして、おかつのことを楽しませ、おかつと遊んでくれる。兄ちゃんはどこにも行かず、ずっとここにいる。そう教えてくれたのは他でもないおっかさんだった。そのおっかさんを焼いてしまうなどということがどうしてできよう。焼いてしまったらおっかさんは土の下で眠れない。そこから花が咲くこともない。おっかさんを焼いて灰にしてしまったなら、寂しい時一体どこにおっかさんを探しに行ったらいいのかわからなくなる。だからおかつは泣いていやがった。だが父親は厳しくおかつを諭した。おっかさんは自分のかかったこの病のことを知っていたからな。死んだらきっと焼いてくれ、子供たちにうつらないようにしてくれと父ちゃんに頼んでいったんだぞ。そう言われてはもうどうすることもできない。おかつは母の体を焼く炎を見、立ち上る煙を見送った。金がないのでお経一つ読んでもらうことのできない延べ送りだった。母ちゃんは本当にこんな寂しいことを望んでいたのだろうかとおかつは思った。焼いてほしいなんて本当に思っていたのだろうか。そういう疑いがあったからだろう。おかつは父に隠れて、遺体を焼く前にこっそり母の髪を切り、それをこよりに隠して身につけていたのだった。着物の襟に縫い込んでおいたので、おっかさんの髪の毛は片時もおかつのそばから離れなかった。そしてそのまま江戸に出てきた。よくわかったよとお豊は言った。だけどお前、そんな大事な髪の毛をしめ縄の中に隠すことがどうして供養になるんだい。うちは貧乏だし、お急ぎのお弔いだったから、おっかさんちゃんとしたお経も読んでもらえなかったし、お線香もあげてもらえなかったんです。つっかえおかつは言った。それだからしめ縄を見た時思ったんです。この中に髪を隠しておけば神棚に飾ってもらってみんなに拝んでもらえるって。お灯明もあげてもらえるし、お榊も飾ってもらえるし、お餅も備えてもらえるし。と藤兵衛がうなるような声を上げた。お正月が過ぎてしめ縄を外す時が来たら、またこっそり髪の毛を取り出して着物の襟の中に戻そうと思ってました。じゃあ藤兵衛さんがしめ縄を買ってきて、それを旦那様たちが飾り付けをするまでの間に？おかつはうなずいた。優しいことだったとも言った。彼女のうちでは冬場になるとよく賃仕事でお飾りを作ったのだ。お前の気持ちはよく分かったから、もう泣くんじゃないよ。話を聞き終えた藤兵衛はそう言っておかつを慰めた。さて、握り飯を食うかい？それともお前の部屋に持って行って食べた方が落ち着くかね。おかつは真っ赤になった目をまばたきしている。おとよはひとひざ乗り出してそっと言った。あのね、おかつ、あんたのおっかさんの髪とあのしめ縄ね、まだ燃え残ってるんだよ。おかつがはっと目を見張った。小さな右手がピクリと動いた。燃え残りの髪をすぐにも返してほしいとその手の動きが言っていた。だがおとよはゆっくりと首を振った。ねえおかつ、ゆうべのぼやはなんで怒ったと思う？おかつよりも先に藤兵衛が口を出した。でもあんたはそんなこと信じないって言ってたじゃないか。おとよは藤兵衛を無視しておかつの顔だけを見つめてしゃべった。あのぼやのひもとはね、しめ縄の中のあんたのおっかさんの髪の毛だよ。そうなんだ、間違いない。だって他にひもとはなかったんだもの。お灯明とかじゃ。おずおずとおかつが言った。いや違う、お灯明は消えていた。他に火の気もなかった。あんたのおっかさんの髪の毛が燃え出して、それでしめ縄が燃えて神棚が燃えた、そういうことさ。じゃあどうして髪の毛が燃え出したかわかるかい？いや、誰が髪の毛を燃やしたかわかるかい？おかつは無言だった。それはね、あんたのおっかさんさ。おっかさんの魂があの髪の毛を焼いたんだ。おとよは身をかがめ、おかつの小さな顔を覗き込んだ。おっかさんは何かがちょっとでも残れば、そのためにかわいいあんたに病気がうつるかもしれないと心配だったから、亡きがらは残らず焼いてくれと言ってたんだろう。だけどあんたは髪の毛を切り取って着ている着物の襟の中に隠してた。おっかさんはそれを本当に喜んだろうか。考えてごらん、おかつ。おかつの目の隅から新しい涙がこぼれ出た。あんたのおっかさん、あんたの着物の襟の中でどれだけ気をもんでおられただろうね。早く燃えちまいたいって。だけどあんたに怪我をさせるわけにはいかないもの。着物の襟の中にいるうちは燃え上がることはできなかった。それで神棚に上げられた途端に燃え出したってわけかと藤兵衛がつぶやいた。お豊はうなずいた。だからさ、おかつ、あの髪の毛はやっぱり模してあげようよ。明日裏庭で番頭さんと私とあんたとでそっと燃やそう。お念仏を唱えながら模してあげよう。お念仏は私が教えてあげるからさ。ポロポロ涙を流しながらおかつは何度も何度もうなずいた。おかつが座敷を出ていくと藤兵衛がぶすりと言った。私が紐と足めなじゃないかと言った時には頭から信じてくれなかったくせに。お豊はにやりとした。今だって信じちゃいませんよ。藤兵衛は仰天した。なんだって？じゃあおかつに言ったことはみんな嘘かい？ああでも言わなきゃあの子がかわいそうだもの。それにああいう話を聞いた以上あの髪の毛は絶対にもしちまわないといけません。サバサバと着物の裾を払ってお豊は立ち上がった。さてとこれでしめ縄の件は済んだわけだ。ぼやの方もね。火元はやっぱりお灯明だと思いますよ。今夜からは私が寝る前にこっそり仏間の火元を確かめるようにします。座敷を出ようとした時藤兵衛が口の中で何かつぶやくのが背中で聞こえた。女の怖い人だと言っているように聞こえたけれどもお豊は振り向かなかった。翌日の大晦日の早朝、約束通りお豊は裏庭で火を焚いておかつの母親の髪に供養をしてやった。おかつの小さな両手を合わさせ念仏を唱えることも教えた。藤兵衛も一緒に調子っぱずれの南無阿弥陀仏を唱え、その後一日神妙な顔をしていた。しめ縄だけでは燃え方が足りないので焚き木も一緒にくべた。炎に不足はなかったはずだ。燃え切った灰は残っている分だけきれいに集めて裏庭の片隅にきちんと埋めた。上には目印の丸石を乗せた。春になるとその辺りにはちらほらと黄色くてかわいい花が咲くことをお豊は知っていた。だからね、ここにいてもお母さんはずっとあんたと一緒だよとお豊が言うとおかつは初めてにっこり笑った。ただ一つおかしなことが起こった。そうやって全て片付いたはずなのにどういうわけかお豊の鼻に煙でいぶされたような匂いがついていて離れないのである。髪も焦げ臭いような気がする。風呂に入っても着替えてもそれが取れない。まるで煙につきまとわれているかのようだ。だがそれでいて人に尋ねると「何も匂わないですよお豊さん」という返答が返ってくる。妙なこともあったもんだけどとお豊は思った。ぼやのことであんまり驚いたからかもしれないね。気にしないようにしようと決めて忙しいその日を過ごしたが、ようやく新年を迎える準備も整い、そろそろ除夜の鐘も聞こえてこようかという頃、お豊は我が目を疑うようなものを見た。おせち料理の支度も終えて台所で洗い物をしている時だった。相変わらず煙の匂いが鼻について離れない。何か燃え残りでもあってかまどがくすぶってるんじゃなかろうかと頭を巡らせた時、見つけたのだ。お豊の袖のそばにくっついて、まるで小鳥のひなのように頼り投げにお豊の指図にだけ従って働いているおかつの周囲にも薄い煙のようなものが漂っているのを、立ちすくんだままお豊は台所の薄明かりの下で目を凝らし、煙を目で追いかけた。皿を拭くおかつ、箱膳を片付けるおかつ、彼女の動きにつれて煙もふわふわと動き流れる。おかつを包み込むように、おかつに手を差し伸べるように。ひどく捉えにくいその薄煙は、お豊の見守る目の前でほんの一瞬だけれどはっきりと小柄な女の姿を形づくった。今度ばかりは藤兵衛には話せない。あれやこれやと考え迷い、頭を抱えてようやく心を決め、深夜お豊は一人裏庭に出た。あの裏庭の焚き火の跡と、そして灰を埋めた地べたの上の小さな丸い石、お豊は呼吸を整えた。あのさ、おかつのおっかさん。夜の闇に向かってお豊は口を開いた。息が白く凍った。思いが残ってるんだね。だけどおかつのことならもう心配ないよ。地べたを両足でぐいっと踏みしめ、両手を体の脇でしっかりと握りしめている自分に気づいた。私は怖がってるんだろうか。あの子の面倒は私がちゃんと見るから任せてくださいよ。私の目の黒いうちはあの子の世話はちゃんと焼いてあげるからね。通じているのかいないのかわからない。そもそもこんな突拍子もないことを考えるなんて私らしくもない。おかつの母の魂がこの世にとどまっているなどとどうして考えたりしたんだろう。だがそれでもお豊はしゃべり続けた。あの子が一人前の女になって立派に自分で自分の口を養っていくことができるようになるまで私が引き受けるからね。耳元で風が鳴いている。そう、鳴いているのは風だ。子供を持つとはどういうことだろうとお豊は考えた。片時も心を離れることがないほど心配で愛しいもの。私が痛みを持って生きているようなものだろうか。私はここに生きがいを持っていて、もし痛み屋から離れたらとてもつらい。それと同じようなことだろうか。働いて働いて脇目も振らずに生き抜いてきて、とうとう子供を持つこともなかったお豊は考える。おかつのおっかさんの気持ちが私にわかるだろうか。約束するよ。本当だよ。闇に向かい繰り返し言えるのはただそれだけだ。お豊の言葉が通じたのか通じないのか、風は答えてくれなかった。だがしばらくそうやって佇んで、つま先も指先も冷え切ってしまって、遠く空の彼方から除夜の鐘の最初の一月が聞こえてきて、はっと我に返った時、お豊は鼻先や体の周りから煙の焦げ臭い匂いが消えてなくなっていることに気がついた。新しい年になったのだ。お豊はゆっくりと裏庭を立ち去った。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。